こんにちは。じゃーん。今日はね、釣り大会です。11月7日の4時15分。もう夕方になっちゃった。じゃあ早速、釣り大会の会場に行こうか。どこでやってるんやろ？ここかな？あ、そういえば、今日箸がね、かかってるはずなんよ。箸、あ、あったあ、こうまっすぐじゃないやな。この斜めやねんな。いいね。おやってるやってる。たく、この私が団体行動を好きなきゃないでしょ。付き合いよ付き合い。チョモランちゃんには黙っててよ。またここ喧嘩してる。話し相手もなしにぼーっと釣り糸を垂れてるだけなんて俺には耐えらねえよ。あ、ここはまあちゃんとチョモランは喋りたいんや。あ、このクリスピーが釣りをしたことねえって言うからよ、連れてきてやったんだよ。どうだこ、おめえもにも教えてやろうか。大丈夫です。大田くんもよく知ってると思うけどさ、チョモランちゃんって強引なのよね。あら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 、強引なチョモランちゃんなんです。おめえもこの俺様に弟子入りするってか。うんがははは。あ、おった、誰やったっけ、マサキチみたいな。ウゴマサや。あ、はい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 、釣りでしょ、釣り。釣りだよね。ズビズビビビ。きたね。釣り大会の説明を聞きたいのかな。あ、ごめん、栄養しちゃった。説明聞く聞かない、どうなのかな。聞いてみようか、初めてやしの。じゃあ説明しますよ。今から言うからよーく聞いててね。聞き逃さずにズビビビビ。あのね、今月いっぱいまで毎週日曜日に、そうそう、お伺いしています。釣り大会をやっています。朝の6時、あ、朝の6時にしたんです。12時ぐらいかなと思ってゆっくりしてた。夕方の6時に終了。あ、じゃあもうほぼ終わりかけやん。やらかしてるな。その間なら釣り大会運営委員のオイラは高校でずーっとお待ちしていますからね。魚が釣れたら大きさを測りますから、オイラに声をかけてね。ズビ、ズビビ、ズビ、ズビビズビ、ちょっと変革活用みたいな。やめて。ズビ、変革活用。もうちょっと聞こう。肝心なことを言い忘れてたけどね、魚なら何でもいいってわけじゃないですよ。ブラックバスしか受け付けないから、そのつもりで。釣り大会すなわち、バス釣り大会なんなら、ズビズビズビ。新しい活用。なんでバスだけ買って、そんなのうまいからに決まってるでしょ、単純。この言い方めっちゃ言い回しすぎやねんけど、決まってるでしょ、単純って。好きすぎる。ブラックバスが大好物なんだよね。へえ、食べたことないわ。あ、他の魚でもくれるって言うなら喜んでもらえますけどね。ズビズビズビ。まだ聞きますか。ほうほう。でもまあ、オイラのところにバスを持ってきてくれたら長さは測らせてもらうってわけなんだけど、もしもその時点でその日に釣れたバスの中で一番大きかった時は、なんと豪華な島物をシビレンセにしますよ。記録を更新するたびにプレゼントあげるってんだから、我ながら太っ腹ですね、自分で言うな。その代わり一旦オイラに渡したが、最後バスは死んでも買えた。この人の文章好きかもしれん。なんでブラックバスを返してくれないのかって、そんなのうまいからに。やばい、好きすぎる。そんなのうまいからに決まってるでしょ、単純。今日のタイトル絶対さ、うまいからに決まってるでしょ、単純やな今日の。じゃあそういうことで頑張ってじゃんじゃんバスを釣ってきてね。はい、じゃあ今の記録聞こうか。本部って書いてある、ちゃんと。え、瞬間移動せんかった今。ブイヨンどうなってた、僕目ひとみとじてた、あの瞬きしてた時に。え、まあいいや。お、待ってましたよ。釣れたのかな、どうの。釣ってないよ。ズビズビー、それじゃお話にならないよ、出直してください。ちなみに、あ、そう、お、クリスピーさんが出した44センチすごいんかな、どうなんやろ。頑張って挑戦してね、ズビズビビ。はーい、では今日はそのね、噂に聞いてた。おお、弥生ちゃんがめっちゃ湿気吸いそうやな。最近あるやん、なんか陶器の加湿器みたいな。これ一発目釣ってみようか。あ、アジ、ニジマス。あ、でも新しい、初めて釣るからこんなちびっこいのに用はないね。ペンタさんのところも捨てたかった、あ、ペンタもおんねや、捨てがたかったのですが、今日はこちらを選んでみました。ハニョハニョっていうのかわいいね。今日は頑張って早起きしたせいか、いい場所が確保できたんです。まあ確かに
あ、ごめんごめん、違う、危ない。危なかった今。ペンタさんのところも捨て、あ、うん、そうかそうかそうか。おお、ペンタ、おお、ペンタそこに大きいのおるよ。声かけてみよう。ペンタ似合うな、その釣りのジャージみたいなの。チョモランとクリスピーにいい場所を取られちまったけど、あそこいい場所ない。おいら絶対負けねえぞ。あいつらに釣りは場所取りじゃなくて気合だってこと分からせてやるんだ。だペン、釣り屋でも場所大事よな。多分釣りって結構場所大事じゃない。魚おらんところにいくら釣りと垂らしても魚って釣れんもんな。今のペンタみたいにさ。まあ魚自体はおるんやけどさ。こんかな、来た来た来た。やばい、これ喧嘩にならん、大丈夫、こんな目の前でちょっと喧嘩にならん。あ、しかもバス、これは、あ、普通のバスか。じゃあ一回この普通のバスの大きさ確認してみよう。釣れたよ、普通のバス。ほう、見たところまあまあの大きさですね。早速は使っ測ってみましょう。ほう、あ、でもこれでも38センチあるんや。ああ、残念だな。え、ちょっと待って。ペンタ。ペンタさっきあそこでぬるま湯に使って見てたんやろ、僕のことを。どういうこと、こいつぬるま湯やって見てたんやろ。くっそー、うわー、してやられたな。これはライバルペンタになりそうやな。待って、なんかめっちゃボケてるんやけど、ゲームの文字。もう一息ですから頑張ってくださいね。はい。やっぱり大きいバスをもう釣らんとダメやな、50センチとかいってると。待って、見えんだけど。おー、すごい、釣れた。やった、すごくね、僕。完全にフィーリングゲットやで、これ。じゃあ、この、大きいバス釣れたから、これ持ってこう。ペンタの家の裏で釣ったぜ。これだね。大きいバス。お、かなりの大物をゲットしましたね。50センチ以上で。いいんやけどな。おぉ !54 センチ!記録更新です。やったー、ペンタ今の間にまたちょっと記録伸ばしやがって、ありがとう。おうわ、おお、やった、名画や、大変な名画やって、嬉しいね。大変な名画でも、これはせっかくやから博物館に展示しよっか。じゃあもう一匹だけ釣って、それがまあ54センチより小さかったらもういいし、大きかったら大きかったでそれでもういいしにしようかな。もう一匹釣るわ。意外とね、大きい魚影自体がね少ないんよ。あ、やった、結構時間かかった。なんかね、バスやと思って釣ったらね、鯉だったっていうことが多々あってね。声逃がすか、仕方ないな。バイバーイ。お、かなりの大物ゲットしましたね。はい、お願いします。おお、すごくない、びっくりした、63センチ。まさかの、うん、足りなかったか。さすがにこのクラスになると厳しいですね。ちょっと待って、こんな、え、めっちゃでかいと思ったら66より上とかおるん。クリスピーさんが66センチってこれどうする。いやー、やるしかないじゃん、これもう。やめてよ、7時間収録のあれ、トラウマが蘇ってきた。もう一粘り頑張りましょうよ。おたくさんなりやりますってば。ズビズズズビズ。クールビズみたいに。続行です。一回ちょっと手荷物売ってきて、7センチ、66センチ以上釣るまでやるよ。着替えてきた。続き頑張ります。まあ、一発目って僕めっちゃ苦手やねんよな。めっちゃ気抜いてるからさ、反応できん。みんなマジで鯉しか釣れん。それか普通のバス。マジで大きいバスが出てこん。よっしゃ、バブバブ。うん。
おお、錦鯉釣れた。なんかすごい嬉しい。見てください、この鯉率。うわー、びっくりした、びっくりした。虫かと思った。なんかグッと釣れた。集中受けた。どうなってんのこの村。あ、やっと来たー、やっと来たー。みんな見て、40分経ったで。あれから、あれからっていうかいつからって感じやねんけど、最後に釣ってからやっと1匹釣れてんけど、えぐない？釣れたよ。確か66センチ以上やね。お願いします。早速測ってみましょう。バカにしやがって。ペン確か記録飛ばす。ここの住民強すぎる。どうなってんの。どうなってんのこの村。僕が釣った時は鯉しか釣れんのに。ではあと19分だけ頑張る。あと19分でもう無理だったら、まだね、まだね、今週第1週目やから、ちょっともう諦める。着替えてきた。ラストスパート頑張る。はい、今さ、ちょっと待って、ほんまにあとやばいと思った。あと2分、2分。これで、6時に釣り台終わるから、このバスが、68センチ以上だったら、優勝。お願いします。これ、お願い、ラスト。かなりの大物をゲットしましたね。お願いします。これツアー楽しみです。早速分かってみました。はい。お願いします。どうです、どうですか、お願いします。おいしいかい。うん、見てよこれ。いや、あと1分粘るよ。ああ、ここにおったのに。11月7日の釣り大会結果発表、優勝ペンタさん68センチ。はあ、おったペンタ。今回ね、釣り大会して反省しました。僕どう反省したかっていうと、やっぱ夕方からやってのんきに勝てると思ってたこと、そしてペンタさんに68っていう素晴らしい記録を出されたこと、なめてたね釣り大会を。僕は結構反省した。だからこの落とし穴のタレ、僕住民に初め使おうと思ってたけど、やっぱ住民に使いたくはないよな。そんな悪いことをする人おらへんからさ、されたことないし、まだ。だから、今回の反省は僕が、こ
この罰を受け入れるよ。いいよペンタ押して。いいよいいよ押していいよ。反省する。落ち穴に落ちてよ。僕は今回反省するから。ペンタ優しい。こっち見て、こっち見て、どうしようかって悩んでくれてる。そんな気がする。いいよペンタ押して。お前今回このパートはこれで終わります。またね、次週釣り大会あるんでリベンジしたいと思います。